どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。AC ミランに2対1で負け、そして、ボローニャに1対0と負けて、2連敗したところ、3連敗か、まあ、結構な連敗を重ねまして、いくつぐらいも、まあ引き分け挟んでだね、引き分け挟ん、3連敗か、3連敗した状態で10位まで下がって、今回リボルト対カターニャ、ようやく、試合に出ることができるようになりました。さあやっていきましょう。現在クラブ、相手は13位なんだね。4勝5敗、4分け。まあまあまあ、もっと頑張っていきたいと思います。さあ行きましょう。試合進む。今回スタメンですね。ようやく、長かったここまで。あ、すごいカラフルだね、カターニャ。よろしくお願いします。ちなみにまたまた格上ですね。クラブランキングで言ったら。叩きつけシュート。空中のボール四角をしてシュートする直前。は、タイミングよく何か押せば、なんか変わるんだね。ハンシュート。なるほど、なるほど。今回は、退場しないということがね、目標になるのではないかなと思いますけども。いや、前回はびっくりした。一発レッド食らっちゃったなんてね。なかなかこう、シャレにならないという状況ではございますが。さあ、やっていきましょう。出場、試合停止、出場停止試合、規定数超えたようで、なんとか。戻ってきました。長かった、ここまで。2、3試合ずっと暇だったもんね。なんとかつきましたよ。カターニャのこれは像かな、おそらく。どうも、しかもなんかボールは俺にはなんかこう、サッカーボールというよりか、なんかちょっと別のボールに見えたけど。さあ行きましょう。頑張って、ちょっと、よしよしよし、いいぞ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 。あ、ちょっとどいてどいて。邪魔邪魔邪魔。ここはどうだよ。反対側、はい。俺が画面に映るか映らないかギリギリのラインにいんのはな。ちょっと取られてるんじゃない？大丈夫？ブラシル、なんかブラジルサッカー強そう。さあ来い、さあ来い、パス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 、いけいけいけ、よっしゃー、ダメかー。積極性は認めてほしいな。ちょっと遠かった？枠内から決めた方が良かったかな。あ、でもいいんじゃん。あー、外か。パスの方が良かったかな。アシスト、まあまあいいやいいや。しっかりね、積極的に行くのが大事ですから、何でもかんでも、こう、やんない方がいいのかもしれないね、こう。まあ、とりあえずは、もう、シュートすればええやろとか、そういうもんじゃないと思うんだよね、サッカーって。まあ、僕わかんないですけど、サッカーのこと。サッカーのこと語る資格なんて鼻からないんだけど、でもそういうことでしょ。ああ、ゴールにリレー1点とか、そういうこと、何？どうしたのどうしたの？ファール？あ、違う。オフサイドかな、多分。オフサイドですね。はあ、なるほど。なるほど、なるほど。もう難しいね。ギリギリ。よいしょ。あ、どうだ？あ？俺んとこ来た！俺んとこ来た！うわおー！うわー！ちょっと待って！クソ取られた！待て！あー。今パスとか割とゴール狙っちゃったな、今。あし、いいぞ。おー、すげえ！頭でめっちゃ取ってた。で、取られちゃうんかいって話ですけど。取り返して、取り返して。攻められてる。よしよしよし！いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ヘイ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 。ヘイヘイ、アイムベリー。あ、ダメだ、ここ。よし、ここだ。ここ、ここ、ここ、ここ。よし、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 前向く、よし。だー！ちょっと何してんの？なあ、惜しい。ちょっと、俺が取っちゃった。どいて。難しい。サッカーってこう、よっしゃ、キープ、よっしゃ、いいぞ、ナイスカット、俺。あ、横パス、こっち、キレパス、あと一人任せた。へい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 。あ、そっち、なるほど。やだ、どーい。これは俺のパスが、シリガルディ。なるほど。これはでも俺がね、作り出した、ゴールですから、まさに。この俺のパスが良かったね。はい。こう、敵をね、こっちに引き寄せて、そうそうそう。で、ここで、いい真ん中へのパスですよ。で、いいとこで走ってきてくれましたね。よいしょナイス。あ、今シーズン初ゴールなんだ、おめでとうございます。通りで名前聞いたことねえわけだ。いやー、やってくれた、これは最高だね。よしよしよし、いいぞ、いいぞ。さあ、もっと頑張りましょうか、こうなったらね。俺ももっと活躍しないと。へいへいへい。これはね、大きいスライディング。あ、危ない危ない危ない。また、また人に向かってやっちゃって。あ、来た！オッケー！オッケー！へい、パス！いいぞ！あー、ダメか！お、ナイスナイス！オッケー、ナイスケース、ナイスケース。俺来たー！わーお！おっしゃ！ナイスケース、ナイス！今の、あー、いや、どけ！いけ！いやー！惜しい！今のいいパスからな。俺がこうね、すぐパスしたんですよ。それを、うわ、かっこいい今の。今のかっこよくなかった？なんかこう、空中で蹴るやつ。ちょっと見るだけ見ていいっすか？今のかっこいい。あ、無理か。できないね。あー、どうだ？あー、ダメだ。よし。おー、何してんの？
あー、シュートすることでも相手の今のさ、相手チームのサポーター狙わなかった？危ないよ、あんなの。実際当たったことあんのかな、これ。まあ、あるだろうな。柵なんてあってないな、あってないようなもんじゃん、あれ、多分。ああ、サッカーボールってでも当たったら実際痛いじゃん、あれ。ああ、正直痛いじゃん。こっち来い、こっち来い、こっち来い。あー、アメリカ。どうしよう、これ。いい感じの位置に行った方がいいのかな、これ。へい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 。これダメだ。3人に囲まれてるからな。って取られてるじゃん。大丈夫、ちょっと。あー、これは任した方がいいか。どこに、おーし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あー、取られてる。いいか、なんかいい感じに止められたと。お、ちょっと抜かれてんじゃん。こういうのは積極的に行かないと。ちょっと待って待って、マキシロペスめっちゃうまい。やばいやばいやばい。止めて。俺が行くぞ。わー俺が来たぞけどね。危なかった、今。ナイスキープだね、今のはね。うぃ。はぁ、危な。怖いわ、ちょっと。さあ、かなり一進一退の攻防ですね。ほい。あ、意外と俺かも、俺だーっと。すぐパス。よっしゃ、オッケー。いいパス、ロビーキーン、いいね。はい。あ、取られてるじゃん。よく見たら。なんだよ。うぅ、ちょっと待って。俺が相手すべきだった、あいつ。ファビアン・モンソン。ナイス、よし、ナイス、よし、よく取った、よく取った。いいぞ、いいぞ。回して。支配率上げて。支配率ってどうやって計算するのかな。多分取ってる時間だと思うんだけど。違うか。まあ、いいや。へい。来た。よし。うわらーとー。え、取られた？どこ行ったの今。今の良くなかったん、え、何が、だ、こうで弾かれたのか。あ、はいはい。あー、いい、よし、コーナーキック。あー、今のシュートなー、正面だったか。もうちょっと持ってった方がよかったかもしんない。焦っちゃうんすよね、いざボール持った時。いやっはー、どうだ、え、誰が決めた今。俺じゃない、俺っぽいな。よくわからないけど、あー、多分俺じゃないな。あ、俺だ、違う、俺っぽいわ、今の。あー、もうちょっとわかりやすい位置がよかったな。で、もう一回、あ、違う。よかった。よいしょ、どうだ、あ、いいぞ、入れ。おっと、かっこいい、これはかっこいい。シリガルディ、何があったの？何、ちょっと。大吉でも引いたの、おみくじ。今、すごくかっこよかったんだけど。シリガルディ、今日全体的にかっこいいわ。ドーンと、これ、弾丸ライナーってやつだよね。いや、すごいわ、これ。うん。ちょっと憧れるわ。はい。で、ここの、ドーンと一発でやっちゃうんだよね。うわぁ、よく人に当たらなかったな、これがね。すごいですよね、ちょっと。え、ボールどこ？あ、シリガルディにちょっと向けた方がいいよね、これ。誰だ？シリガルディ、どこだ？まあいいや、はい。じゃあちょっと先進んで。キーパー、あ、こっちが早いかな、よいしょ。あ、打ちすぎた。あ、いたないよ。こいつがシリガルディ。あれ？打った、あ、この人？あ、違う。どれだ、シリガルディ、いねえぞ。あれ？どこ行った、シリガルディ。ちょっと戻ろう。蹴ったやつ、26番。あ、こいつだ、多分。あー、すごい、なるほどね。あー、こういうフィギュア欲しい。こういうフィギュア欲しいわ、ちょっと。あー、なるほどね。ういー。すごいね、なんか、ジャンピングキックってやつだよね。これがまたいいとこ行くんだよね。ボールがだって、これ人をすり抜けていったからさ。ボールにはどうやって視点変えるんだ？ま、いいや。一回、ああ、これだ。ワンバン、どれだ？ま、いいや。今自分がどこにいるか、ああ、そっか。ま、いいや。はい。すごかったね、と。あ、しか、罰で変えられたんだったらそうしときゃよかった。ちょっと損ですね。ま、いいや。よし。いいよ、2対0で。俺まだ何も仕事しないから、よいしょー！危なかった、今。今俺、人に当たってたら間違いなくレッドカードだったわ。また試合出場停止になっちゃう。よし、来い！ヘイ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 、あれ？今の俺、いい感じに来たんだけどな。よっしゃー！とう！あー、クソ、もったいねえ。あー、すっぽり惜しい、今。いい感じにもらったんだけどな。あ、やばい、マキシロペス、気をつけて。よし、いいぞ。ナイス。いいぞ、今俺超フリー、ベリーフリー。いやー、真ん中を攻めるぞ、俺。よし、来た、よし、来た、おら、行くぞ。はい、ここでパーす。いいね。お、もう帰ってきた。ちょっと待って。早いよ、帰ってくんの。焦っちゃった。マジか、パスのタイミングが違ったのか。
いいよ、端っこに追い込んで追い込んで。あー、これは出させろ出させろ。無理か。おーし、あー、俺はどこにいんの、あんなとこにいた。全然端っこに。わかりづれー。画面外、自分がどこにいるかわかんないっていうのもなかなか。これ、選手、おっと、今のは今のセーフか。なるほど。俺どこまで走ってきたんだよ、もったいない。これ絶好のチャンスなのに、急げ、ダッシュだー。よし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 、来た来た、おーい。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。今。あ、へい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 。あー、無理か。来い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 。パス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 。パス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 。あー、ダメだ、ここは。位置が悪い。ここ大丈夫じゃない？俺、この位置、この位置、この位置。縦にボールを送ります。うおー、これは。よいしょ、あー、取られた。あー、俺は奪うぞ。よしよしよ、え、なになに、違う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 。いや、違うよ。それは違うよ、俺。いや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 。いや、ファールとかないわ、今の。ちょっと審判、よく見てよ。それは納得いかんぜ。おっしおし、カウンター、俺だった。とっと、とっと、おいおい、今の、今のダメだよ。今の、今のこそファールじゃねえか。審判、よく見て。あ、今、今危なくなかった、今。いや、危ねえ、怖っ。よしよし。あ、ダメだ、ここ。位置が悪い。よいしょ。来た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 。やーた、おりゃ来た、うわ、嘘、入ってないの、今。今、シュート入ってないのかよ。あー、前半終了？あー、うっそー。キーパーに止められたか、今のシュート。惜しいなー。支配率はこっちが上だけど、シュート、あ、シュートの数も圧倒的だね。9倍差。9倍、9倍ってか、まあ。9本対1本と。さあ、後半進みましょう。さあ、数試合ぶりですからね。頑張りますよ、ここまで戦うの。よいしょ。一旦ちょっとここはね、パス回して。あ、そう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 。で、相手をね、こう前線に引き出して、来た！おお！キラーパス！ああ！うおりゃ！違った、全然違うな。意外とスライディングが難しいんだよね。相手に対してこう思いっきりズドーンとやる感じ。ボールに向かってればいいんでしょ？要は、人にスライディングするんじゃなくて、ボールにスライディングすれば多分これファールとかも何も取られないんで。でしょ？で、ってかなんかそんな語るしか、おっと！倒れてるけど大丈夫か今の。もうどうなんでしょうね、そういう時って。何をもって判断するのか。おっと！入ってきたー！なんだよ今の弾丸。マキシロペスか。やっぱりこいつなんか明らかに違ったもん、動きが。10番。いやー、これはもう取られちゃ仕方ねえや。結構距離あったもんね、これシュート。全然これ枠外だったはずなんですけどね。うわー、これすごいわ。なんで端っこに入るの、あれが。さあ、ちょっと反撃しましょうか、なんとかね。まだね、いや、1点リードありますから、ここは。一旦これこっちにパスして、そうそうそう、で回すんで、回す、相手をかく乱してね、行くんですよ、こういうのは。あ、よしよし、回して回して回して。そう、左右にね、あれ、ちょっと待って待って待って、まずい、この流れはまずい。マキシルペス、やめろ、やつを殺せ、殺せってのが意味合いがやってくるけど。何、野球で言う、なんかこう、ランナー殺せ、ランナーさせとか、そういうのはサッカーであんのかな。いわゆるこう、ちょっとこう、初めて聞く人が来たら、ええー、みたいな、そういう表現。ないか。あるんじゃないの、でも意外と。うおー、止めろー、いやーはー当たんねえよー。難しいな、相手も。かといってこれ人を狙ったらこれ、ファールになるからね。難しいですよね。どのタイミングで、うしぇい！今のファールじゃないよ。そういうね、取りに行った過程の動きですから。なんも問題はない。さあ、来い。ここ、ここ、ここ、ここ。今、今、この、あ、ダメだ。めっちゃ人いる。お、いいぞ。そう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 。左に寄せて、左に、左に。ハットトリック、マジか。あー、決めて決めて。ソン、ハットトリック狙うんだったら、わーお！おっと、ちょっとこれは、いや、待て。いやー、無理か。でもまだこっちがね、有利ですから、若干。攻めて攻めて攻めて。よし！取って取って、取れない。意外と取れない、これがまた。難しい。ちょっと待って、めっちゃ持たれてるけど、ちょっと怖い怖い怖い。いやー、やめろやめろ、ハーズ、キーパー、あー、危ない、ナイス。いいね、マキシロペスを。よく止めた。うい、うい、俺も行く。よし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 、どけどけどけ、うい、うわー、行くぞー。さ、サイドバックからガンガン行くよー。はい、そしてロングパス。あー、あ、でもよかった。あー、ダメだ、取られてる。よし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 、と、キープ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 、いやー、入った。え、何、ファールじゃない、これは。なんだ、
あ、普通にこれはどうしたん？ファールとかではないのかな、多分。これはちょっと見てみましょうか。何があったか。普通に出たのかな？シュートしようと思って、あ、キーパーが出したのかな？うん。あれはなさそうですね。オフサイド。うん。いいね。あー、変えられた！何もしてないのに、俺今回。だー、高いよ。まずいよ。大丈夫、ちょっと。いいんですか？勝利の女神下げちゃって。勝利の女神、かっこわらですけど。かっこ、一発レッド食らってますけど、前回。うん。あれはなかなか俺にとってね、衝撃の瞬間ですよ。初めてだからね、こう、リアルでもゲームでも初めてレッドカードもらいましたから。うん、最高。これはいいぞ。よし、ロビーキン、いけ、ロビーキン、1対1、ドーン。あー、ロビーキン惜しいな、今の。いやー、ちょっとこれはね、もうちょっと真ん中だったらよかったのかな、きっと。意外と難しいのかな、こう、走りながらシュート決めるって。ああ、すごいね。シュートの数は圧倒的だね。3本対12本で。シリガルディ、今日調子いいよ。今日2本決めてっから。はいはい、いいよ、いいよ、ゲミティ。早っ。動き早くなかった、今ちょっと。ああ、それ、ロビーキン、ロビーキンに回せ、ロビーキン。彼ならやってくれる。ああ、さあ、シリガルディもいい、この際。シリガルディが行け。シリガルディ、どこにいる？いた！さあ、シリガルディ、ロングシュート、無理か。取られた。ああ、いいぞ、いいぞ。よしよし、当たり強いけど、OK。おい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 。今の乱闘もんじゃないの。おう、すげえ、いいね。ブラシル当たり強っ。ロビーキン、どうだ。さあ、パウリーニョ、あー、ダメか。今のオフサイドじゃないのかな。さあ、お、ビアシディ、なんかビリ、あー、来た、タレ、グレコ、グレコ、グレコー、やるねー。いやー、これはでかいよ。この後半にね、2点差に、開く、この点、あの、やつ。やつって言っちゃうけど。いや、ナイス。うん。お見事。これはやってくれるわ。あー、これすごいね。ど真ん中でキーパーと1対1。あ、でも結構狭かったな。でもよく決めましたね、あんなピンポイントで。俺右端左端とか絶対決めらんないんだけど、なんであえてできるのかがわからない。難しいんだね、多分実際。さあ行きましょう。あ、グレコ変えられた。なんでシュート決めたのに。何、シュート決めたらお役御免スタイル、そういうのあるんだ。さあ、こうやったら、あとはもうロビーキンか、もう、もうどんどん行こうよ。いいよ、いや、あと10分も切ってるから。よしよし、止めて。ちょっと待って、マキシロペスはダメ。マキシロペスはまずい。あ、おし、いいぞ。よしよしよし。シリガルディ上がれ。あ、ダメか。上がらないのか。お、これは、お、シリガルディ、いい感じの、無理か。間に合わなかった。サイドバックからいい感じに行ったんですけどね。変えてきましたね。はあ、結構大きな選手大きく動かしてきますよね。後半になってくるとやっぱりこうカードを切っていかないといけないのかな。さあ、もうあとでもないよし、時間。あともうちょっと。さあ、パウリーニョ、あー、惜しい。今のはクロス的な感じで、おい、これボール持ってるキーパーに対してスライディングしたら一発レッドなのかな。なんかこう今から投げるぞーって後ろからズド、後ろからっていうわけじゃないけど前からズドーって思いっきりスライディングすんの。ダメか。まあ、普通キーパー避けるよな、もしそうだったら。うん。てか、思ったんですけど、こう、キーパーが、こう、ロングキックっていうのかな？でかく、なんか蹴るときって、ボールを地面に置くじゃないですか、一旦。そん時に蹴ったらダメなのって思った。うん。そん時に蹴っちゃえばよくねって思ったんだけど、まあ、いいや。でもとりあえず勝ちましたね。リボルノ、やった！はい。さあ、俺の評価はどうよって話だよね。おー、やったー、来ました、最高成績。今までもなんだかんだ、すごいね。2点入れた、シリガルディより評価高い。やったー、すげえ、7.5 って。しかもトップ、誰もいなかったもんね、自分と同じ点数。ってことは単独トップだね、今日は。へえ、見てるね、ちゃんと。俺がね、そう、ゴールを、作った、ゴールシーンを作ったっていうところね、評価してくれましたから。いやー、助かる、評価上がって。さあ、リボルノ、10位キープ。いやー、こうやってみると、フィオレンティーナが25点も入れてんだね。はあ、負けが1試合しかないのもまた強いのか。インテルが2位になって、あ、でも上がってきたんだね。なるほど、なるほど。AC ミランが7位と。なるほど、なるほど。まあ、これからもっと頑張っていかないといけませんね。はい、平均評価点、ちょっと上がったと思いたい。
あーでもまあ前回がひどかったからな。まあまあそういう時もあるさ。ということでね、次回へ行きたいと皆さんお楽しみに。じゃあね。これどこかにいるんだよね、家の確かですね。うん、うわっ、あー今日もやってしまった。やめろよ、やめろ、もう違うとか言わないでくれたまえ。いや、ちょっと待って、待って、お願いだから、あの期待外れ感を